こういうのモルボって言うんですけど、米がだけが出る。それ銀行強盗とか昔使ってたやつです。前に買いました。買いました。これ何のためにでしょうか。はい。何のために。何のために持つでしょう。トブカーネネピを逃がさないため。普通逃がさないため。トブ。だから。トブカーネピを逃がさない。まあそれもあるかな。それもあります。あと。寒いの。寒いのを防ぐ。あの一番頭章、頭章っていう顔がね、大体むき出しなんですよ、歩いてると。そうするとあのまず熱、頭から熱が、まあ、逃げるのも防ぐのもあるし、あとはこう突起しているところが結構一番こう一番最初に痛くなっていって頭章になるっていうことが起こるんですけど、まあ、鼻とか耳です。そこをあの一応保温するというか直接風が当たらないようにするんですけど、雪山って、まあ、この稜線、つば九郎岳の稜線ですけど、あの稜線で冬の1月ぐらいに大体どのぐらいまで冷え込む、想像できますか。気温的に、温度20度、どのぐらいまで冷え込むと思いますか。痛くありますか。こっちじゃないですか。20度ぐらいになりますね。熊さんどのぐらいになると思いますか。熊田さん、熊田さん、あ、はい、あこのぐらいだ、聞こえるんですか。その稜線、冬に冬のこのつば九郎岳の稜線で大体何度ぐらいになると思いますか。温度、温度ですか、うん、確実にマイナスはいくでしょう。マイナスはいくと思いますね。何度ぐらい。15度ぐらい。15度ぐらい。大体そんな感じで、あのこの辺でも一番冷え込むとこの穂高の駅の周りでもマイナス17度ぐらいになることがあるんですよ。マイナス18度。17度。17度。で、まあ、100メートル上がると 0.6 度下がるという計算だから、まあ、平地でマイナス5度とか10度ぐらいの時は 1000メートル上がると、まあ、6度とか7度とか、まあ、10度ぐらい変わると、うん、だから登山口で登山口 1500m で、マイナス7度ですよとか8度ですよとかマイナス10度ですよと言うと大体マイナス20度とかから30度なんだぐらい計算でした。でそこに今度は体感温度っていうのがあって、風が当たると体感温度っていうのが下がるんですよ。で風速 1秒間に1m 流れる風がこう体に当たると何度下がると思います。秒速1メーターの風が当たると体感温度は何度下がると思います。体感温度が何度になるかってこと。うん。何度。マイナス15度にプラスして。1メーターです。風速1メーター。風速1メーター。あ、風速1メーターで、うん。体感温度は何度変わるか。マイナス10度。マイナス10度。それで体感温度って、あの風速1メーター。で、1度下がると呼ばれています。1メーターで1度。1メーターね。はい。じゃあ、冬山の稜線で大体何メーターぐらいの風が。それで何メーターぐらいの風が。普通に人がこう、普通にまあ男性が、まあ、普通に何も防衛しなくて突っ立ってて、どのぐらい瞬間的に風が当たると、どのぐらいの強さの風が当たると、飛ばされるかっていう実験をした人たちがいて、何メーターぐらいだと思いますか。風速、秒速、人が飛ばされる、飛ばされる、何の抵抗もなく立ててこう飛ばされる、バランスを保てない。風速60メートルぐらい。60メーター60メーター。60メーターって言うと、屋根が吹っ飛ぶぐらいかな。お家の屋根が吹っ飛ぶ。屋根が吹っ飛ぶ。あ、でも人が飛ぶって言ったりとは間違ってないし。まあ人は飛びます。間違いではない。完全に空を飛ぶと思います。完全に。だって何メートルぐらい。
30メーター、30メーターぐらい、ね、24メーターとか、24メーター、45メーター、24メーター、24メーター、うん、はい、で、バランスを崩すと人が飛ぶ、うん、人が飛ぶ、まあ、20メーターぐらいでバラン、あの何も防御してなければバランスを保てない、20メーターぐらい、大体そうすると、まあ、何も防御してないっていう状態はないと思うんで、普通にこう立てて山の中でね、風が吹いてるのにこう普通に突っ立ってる状態はありえないんで、ある程度こう防御すると、まあ、大体20メーターぐらいまでは行動できる範囲になります。ただそれがあの風集まるところがあるんですよ、山の中って。風集まるところだとそれが30メーター超える場合があるんですよ。その同じ20メーターの風を受けてるんだけど、こう集まることによってパワーが増して、それでこう風の集まるところだともっと30メーター超えてる場所があるから、そういう時を通過するときはその20メーターよりももっとはるかに強い風を受けなきゃいけないんで、そうすると20メーターの風を受けてると、まあ、中には30メーターとかっていう風があるだろうと、予選あるときね、っていうとちょっと行動はできないねっていう、まあ人数、まあ、あのあれにもよるんですけど、ね、ガツッとした力のある男性がこう張っていけば別にその場所はしのげるかもしれないけど、女性がいるとかそうだとちょっとできないねっていうことはあると。まあ、20メーターぐらいね、ということは行動できる、まあ、限界が20メーター前後ぐらいかなという、行動できる限界、山で行動ができる稜線ね、稜線を歩ける限界の風の強さが20メーターぐらいかなと、はい、で20メーターのところには必ず30メーターの風が吹いているところがあると、どっかにあると、風が集まるところがある。そうすると体感温度はマイナス20度から30度にプラス何度下がりましょうか。山で行動できる限界が風速20メートルぐらい前後ぐらいまでだろうと。それを最大限歩くと体感温度は何度になりますか。20メーターの風を受けると体感温度は何度、何度下がるか、何度になるか。20度ですね。20度、はい、気温がマイナス、はい、気温と足すと、気温がマイナス20度だとマイナス35度、まあ、から40度とか、マイナス40度から50度ぐらいの体感温度になる。それと、まあ、あのよく昔コマーシャルであった冷蔵庫の中のマイナス40度で、バナナで釘が打てるというような状態が一瞬で凍ってしまうという状態がこの受けてることが考えられるんで、で一応顔っていうのは結構裸のまま風をまともにこう肌が受けるんで一番凍傷になる確率が高い。うん、でそれを防ぐためにこの療法があって、そのためにはこう鼻と耳とまずこう頬のちょっとこう出っ張ったあたりのがまずそれを防ぐために一応この療法が必要あると。いや天気が悪いからとかすごい山に登るとかじゃなくて、気温を計算すればこの辺も例えば気温が何度で100メーター上がると